エリコロです。今日は老人性イボの皮膚科に行こうと思ってます。それで今このような状況になってるんですけれども、こっち側が2020年の9月2日の日に取りに行ってます。でこちら側が9月30日に取りに行ってます。で今日が2020年の12月3日なので、だいたいまあ3ヶ月経って、こちらがまあ2ヶ月ちょっとくらい経ってるような状況です。だいぶ消えてはいるんですけれども、まだプツプツ残っていているので、今回でだいぶ小さくなればいいなって思ってます。じゃあこの後も経過をどんどん載せていこうと思うので、楽しみにしていてください。じゃあこれから皮膚科の方に行こうと思います。皮膚科行ってきました。実は間違って昨日行ってきますって言ったんですけれども、午後から休診だったので、翌日の今日ですね、皮膚科に行って取ってきました。で取ってきた状態なんですけれども、こんな感じになってます。前回から比べると数がだいぶ減っていたので、左右いっぺんに施術してきました。それでお医者さんが言うにはですね、ポコッと出てる方が炭酸ガスレーザーを当てた時に痛くないんですけれども、ちっちゃくなればなるほどちょっとピリピリっと痛さが強くなるよって言ってました。で私はでもそんなに言うほど痛みは感じなくて、小さくはなってたんですけれども、まあ我慢のできる痛さかなと思って今回も挑戦してきました。この後も経過を少しずつお届けできればなって思ってます。2日目です。前回と違って全く赤みがありません。多分もともと2回目なので、イボの大きさがちっちゃいっていうのと数が少ないからっていうのがあると思います。あと言い忘れてたんですけれども、前回のもっとたくさんイボがあった状態で撮った経過を動画にまとめているので、気になる方は概要欄から見てみてください。という感じでこれが2日目になります。3日目です。本当に今回前回と比べると赤みが全然出てなくて、黒くポツポツ目立ってるような感じはしますけれども、これはかさびたみたいになってるので、きっと時間が経ったらすぐ取れると思います。で触った感じもほぼポツポツ感はなくなってる気がします。今回これが落ち着いたらだいぶ綺麗になるんじゃないかなって思います。よかったです。4日目です。見た感じは昨日とあんまり変わってないみたいです。で前回取りに行った時に比べると、実は痒みが全くありません。傷が浅いからかなとかって思うんですけれども、あとちょっとここのちょっとポツって出てる部分、これはちょっとさっき引っ掛けちゃって痛くなっちゃった。でもこれも前回の経験上、時間が経つとポロって取れるので、ちょっとこのままで待ってます。5日目です。昨日とほとんど変わってない感じですね。この黒い点あるんですけど、これなんかもう触った感じポロポロってほどじゃないけど取れてきそうかもしれないっていう感じなんで、これはもう時間置いて取れてくるの待つって感じですね。でももうこの辺のものは何にもないです。こっちの方も、この辺ちょっと
残ってるけど、もうほとんど感じないですね。この黒いのがなくなったらほとんど目立たなくなるんじゃないかなって思ってます。ただこの一番大きいやつ、これちょっと昨日おとつい引っ掛けちゃってそのまんま赤くなってるんですけど、もう本当に取れそうな感じです。そんな感じですね。ちょっと様子見ます。60日目です。どうですか？なんか私の印象だと、大きなプツプツは本当にもうなくなって、こう触ってもちょっと引っかかりはあるけど、ほとんどボツボツ感はない感じではあるんですけど、やっぱりローゼインセイボって見た目が大事なんですよね。で、こう見るとそんなに数消えてないような気がしますね。うん。で、ちょっとですね、ちょっと下がって、はい。ちょっとですね、私の心当たりがあるのは、行ってる皮膚科が、男の先生と女の先生がいるんですけど、一番最初に、やってもらったのは男の先生で、もうバッチバチ、バチバチ当ててくれるんですよね。ちょっと痛いかなくらいに。で、今回は女の先生にやってもらったんですけど、まあ、女の先生、痛いの怖い人だったらいいのかな。なんか、結構優しくって、パチパチ、パチパチ、はい、こんな感じですね、みたいな感じだったんですね。なので、やっぱり、もう少し強く当ててもらった方が、効果が実感っていうか、取れてる感はあるんじゃないかなって思いました。最初は今回行ってもう終わりかなとは思ってたんですけれども、もう一回行った方がいいかななんて思ってます。で、実は私の母も同じ病院で、でもう女の先生ちょっと弱いんだって言ってたんで、ずっと男の先生にやってもらって、もう4回くらい行ってるんですよね。で、私なんかよりももっと大きなイボとかも顔の周りとかにもあったので、回数はかかるよって言われてるんですけど、でも母の状態を見ると、やっぱりこう男の先生にやってもらって強く当ててもらってるせいか、まあ結構大きいものは目立たなくなってました。でもまだ結構あるので、これからまだ何回か通おうって言ってたんですね。で、私もちょっと、まあ確かにですね、こうやって待ってくださいね、遠巻きで見ると目立たないですよね。でもこうやって近づくとやっぱりちょっとこう見えてる部分があって、気になるっちゃ気になるなと思ったので、もう一回か二回くらいは行って、せっかくなんでもうちょっと綺麗にしたいかなって思ってます。はい、そんな感じで今回老人性イボを皮膚科に取りに行って、今回はですね、800円かな ?800 円でした。これ、私、国民健康保険で、確か3割負担ですよね。3割負担で800円でできました。で、前回は1000円くらいだったので、まあ、手荒れとか、初診料なんかも入って2000円だったんですけど、施術自体は、1000円くらいだったので、今で2000円くらいでこれくらいの状態って感じですね。で、もし、気になる方がいたら、一番最初に行った状態、行く前の状態と、あと行ってからの経過もまた、上げてる動画、概要欄にリンク貼っておきますので、参考にしていただけると嬉しいです。はい。そうですね。もういろいろ、この辺も気になるし、あとこの唇のこのシミ、これなんですけど、これはですね、取りに行きたいなって思ってたんですが、いろんな、皮膚科に電話して聞いてみたところ、あれですよ、これは保険が効かないんですね。なので私が確認したところは大体 2,3 万っていうので、もうちょっと予算が確保できてから行ってみたいなって思ったりしてます。はい、そんな感じで参考になりましたでしょうか。また何か気になる部分とかあって、
掘ったりとかいろいろ綺麗にしようって思った時は動画に上げてご報告したいと思います。はい、そんな感じで今回はこれくらいにしておきたいと思います。では次回の動画でお会いしましょう。またね。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。